社会人アメリカンフットボール協会主催 X リーグ令和2年11月3日大阪エキスポフラッシュフィールドにて2020 X リーグディビジョン2ウエスト大阪ガススカンクス対クラブ崩壊の一戦が行われます。試合開始14時キックオフ予定です。ただいまから試合開始前のポイント数を行います。今シーズンの X リーグディビジョン2ディビジョン3は高昇格のないシーズンとなります。したがって周期戦は全て交流戦として扱われます。なおこの撮影はチームの要請により協会の許可を得てスカウティングとして撮影しております。手前側カラーイエローのユニフォームが大阪ガススカンクス、奥側ホワイト、ブルーのユニフォームを基調にしていますチームがクラブ崩壊です。大阪ガスキックオフ、クラブ崩壊リターンで試合が始まります。ガスは後半のチョイスを選択、クラブ崩壊のレシーブ、大阪ガスキックオフで試合開始となります。この試合は1クォーター12分の選手権ラジオに行われます。プレーナンバー1の1大阪ガスキックオフ、キッカー3番リターン、リターナー27番、このリターンはよく崩壊陣35ヤードを超えたところからの攻撃となります。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。1回の攻撃をダウンと称し、その回数に応じファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンと称します。攻撃権は4回で10ヤード進み攻撃権を更新するか、相手陣地奥角にある得点ゾーン、エンドゾーンを目指します。プレーナンバー 1-2 崩壊ファーストダウン点、ボールオン自陣33ヤード ここでホイッスル、イエローフラッグ、反則が発生しております。フィールド上に黄色いマーカーが落ちますと反則が発生したことを意味します。オフェンスの反則です。ディレイオブザゲーム、遅延行為を働きました。オフェンスは制限時間内に始めなければいけません。5ヤード抜退しファーストダウンやり直しです。プレーナンバー 1-3 崩壊自陣28ヤードからファーストダウン15、クラブ崩壊ファーストダウン、中央へのランプレー、キャリア41番、ゲインは1ヤード、ランニングバック41番佐藤明信選手の中央プレー。プレーナンバー 1-4 フォーク自陣29ヤードからセカンドダウン14、2回目の攻撃、残り攻撃権更新残り距離14ヤードを意味します。
3番オプションフェイクからパスを投じようとしましたが、これを大阪ガス44番がキュービーサック大きくロス。クラブ本来ボールキープしておりましたが、大阪ガスサンクスラインバッカー44番小田の内野選手、打球5ヤードのロスを奪っています。プレーナンバー1の5ホークアイ自陣24ヤードからサードダウン19、3回目の攻撃残り距離19ヤードを意味します。ナイスです。今回ジェットモーションスイープで右オープンを突こうとしましたが、これを大阪ガスがチャージし大きくロス、フォースダウンとなります。大阪ガスチャンス、ディフェンスライン99番川本直人選手がタックル、大きくロスを奪っています。プレーナンバー1の6ホークアイフォースダウン26、パントフォーメーションを選択します。パントによる攻撃放棄、陣地挽回を図ります。パンター3番このパントは陣地を脱することはできず、自陣40ヤード付近でボールデッド、攻守交代です。プレーナンバー1の7大阪ガスファーストダウン10、ボールオン相手陣42ヤード、南庭区23番オプションプレーのピッチを受け右オープンをつきました。約4ヤードのレーン23番内ヶ島康介選手右のオープンプレー、ゲインは5ヤード、5ヤードボールを前進させています。大阪ガスチャンス、プレーナンバー1の8大阪ガス相手陣37ヤードからセカンドダウン5、2回目の攻撃、攻撃権更新まで残り5ヤード、タッチダウンまで37ヤードのゲインが必要です。ワイドレシーバー17番スクリーンパスをキャッチアンドラン、約4ヤードのゲイン。10番大久保優奈選手からワイドレシーバー11番平田義則選手のパスが成功、ゲインは4ヤード。プレーナンバー1の9大阪ガス相手陣33ヤードからサードダウン残り1ヤード、大阪ガスチャンス、サードダウン残りパスが獲得まで残り1ヤード。大阪ガスファーストダウン、クォーターバック10番ハンドフェイから自ら中央突破、ファーストダウン獲得です。プレーナンバー1の10大阪ガスファーストダウン10、ボールオン相手陣32ヤード、敵陣31ヤードからファーストダウン10。ナイスフォード、左オープンへのランプレーでブロッカーが集まり約10ヤードゲインし、ファーストダウン、ナイスプレー。大阪ガスカップワイドレシーバー9番篠崎俊博選手、左へのオープンプレー、11ヤードゲインしファーストダウン獲得です。新たに4回の攻撃権獲得、大阪ガスカップレーナンバー1の11大阪ガスファーストダウン点、ボールオン相手陣21ヤード。
ホークアイナイスディフェンス。ランニング枠28番ハンドオフから右奥タックルを突こうとしましたが、これはホークアイがチャージし約2ヤードロス。大阪ガスカンランニングバック28番北谷選手がボールを持ちましたが、クラブホークアイディフェンスライン47番上谷強い選手がタックル。プレーナンバー1の12、大阪ガスセカンダウン12、ボールオン相手陣の3ヤード。クォーターバック10番ハンドオフへから左オープンエラー、約5ヤードのゲイン。プレーナンバー1の13、大阪ガスサーダウン5、ボールオン相手陣16ヤード。10番プレッシャーを見ながら左にロールアウト、そこからエンドゾーンに目がけてパスを通し、これをエンドゾーンでレシーバーをキャッチ、タッチダウン成立で大阪ガス6点獲得です。プレーナンバー1の14、大阪ガストライフォーポイント、タッチダウンの後のワンプレーです。キックによる1点を狙います。キッカー3番キック成功、1点追加。大阪ガススカンクス7点、ホークアイ0点。キッカー3番高森選手のキックが成功、さらに1点を追加。ここでウォーターブレイクです。アメリカンフットボールは審判の判断で暑さ対策に伴いクォーターの半分でタイムアウトを取ることが許されています。プレーナンバー1の15、大阪ガスキックオフ。先ほど得点を挙げた大阪ガスのキックオフで試合再開です。キッカー3番キリターン81番、フォークアイ陣
15ヤード付近でボールデッド。大阪ガスタンス、キッカー3番高森良介選手のキックオフで試合再開。これをクラブホープアイ、イタナー81番麻生正弘選手が15ヤードをリターン。タックルしたのは大阪ガスタンス、バイスキャプテン下田隆弘選手でした。プレーナンバー1-16、崩壊自陣16ヤードからファーストダウン点。右オープンへのランプレー、キャリア28、26番。ゲインはほとんどなし。クラブホークアイ、ランニングバック26番、前岡正和選手のランプレー。プレーナンバー1-17、ホークアイ、自陣16ヤードからセカンドランプレー。44番、25番、前岡選手のタックルより4ゲイン。クラブホークアイ、セカンドランプレクォーターバック3番キーププレーを転びましたが、このプレーは読まれ約2ヤードのロス。クラブクォーターバックがボールをキープしましたが、大阪ガスタンスラインバッター59番田中広瀬選手がタックル、2ヤードロスを奪っています。プレーナンバー1-18、フォークアイ、自陣14ヤードからサーダウン12、バックスタンスまで12ヤード。3番パスを閉じようとしましたが、プレッシャーからスクランブル、しかしこれもアジャストされほとんどゲインなし、フォースダウンとなります。クラブホークアイ、クォーターバックのボールをキープしようとしましたが、大阪ガスタンスディフェンスライン56番吉田聡選手のタックル、1ヤードのゲインに留めています。プレーナンバー1-19、クラブホークアイ、フォースダウン10、フォースダウン11、パントフォーメーションを選択します。パンター3番大阪ガスリターン、リターナー9番、このリターンはよく相手陣に入ったところでボールデッド、投手交代です。キャンプの会、フォースターは担当選択、パンタン3番長谷選手のパンクを大阪ガスカップ、リターナー9番篠崎俊弘選手が約20ヤードをリターン。ここで投手交代です。プレーナンバー1-20、大阪ガスファーストダウン点、ボールオン相手陣45ヤード。中央へのランプレー、ゲインは約3ヤード。大阪ガスタンス、ランニングバック23番、キャリア29番、島康介選手、中央へのランプレー、ゲインは4ヤード。大阪ガスタンス、プレーナンバー1-21、大阪ガス、セカンドダウン6、ボールオン相手陣41ヤード。パス不成功。クォーターバック10番、左に流れながらワイドレシーバー11番へのパスでしたがオーバースロー、サーダウンに変わります。パス失敗は元の視点に戻って次の攻撃と変わります。パスは1回のダウンで1度しか投げられませんので、パスが不成功ですとそのダウンの攻撃は終了、ボールは元の位置に戻され、ダウンは次のダウンに変わります。プレーナンバー1-22、大阪ガスサーダン6、ボールオン相手陣41ヤード。
成功、ファーストダウン。クォーターバック10番オプションフレッグからワイドレシーバー11番にパスを通し、ファーストダウン。クォーターバック10番大黒優也選手からワイドレシーバー11番平田義則選手へのパスが成功。プレーナンバー1-23大阪ガスファーストダウン点ボールオン相手陣19ヤード。ハスカンプス新たに4回の攻撃開始、敵陣前半1回目のタイムアウトを取りました。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半に3回ずつタイムアウトを取ることが許されています。前半後半両チーム3回ずつ要求することが認められています。大阪ガス前半1回目のタイムアウトを取りました。プレーナンバー1-23大阪ガス相手陣19ヤードからファースト3点。終了いたしまして、大阪ガスカンプスファースト3点。方向へナイスダンス。ランニバック28番の中央へのランプレーを行いましたが、これを方向へ47番がロスタックル。大阪ガスカンプスランニングバック28番北川選手がボールを持ちましたが、ここはフラグ崩壊。ディフェンス内47番ウェルは強い選手がタックル、5ヤードのロスを持っています。プレーナンバー1-24大阪ガスカンプスセカンダウン15、ボールオン相手陣24ヤード。バック10番プレイアクションを試みて、そこからスクランブル約10ヤードゲインしております。バック10番大久保優也選手とマイクルスクランブル12ヤードゲイン。プレーナンバー1-25大阪ガスサードダウン3、ボールオン相手陣12ヤード。大阪ガスカンプスサードダウン、ファーストダウン獲得まで残り3ヤード。クォーターバック10番のキーププレー、しかしこれはファーストダウン更新には至っておりません。フォースダウンとなります。大阪ガスカンプスコーターバック10番大黒優也選手、自らボールをキープし中央へとここでホイッスル。ここで第1クォーター終了です。第1クォーター終わりまして、大阪ガススカンクス7点、崩壊0点、攻守方向入れ替わり、第2クォーターに移ります。